こんにちは。武器屋の店主のフランです。この動画は字幕がありますので、各国の言語でお楽しみください。さて、こちらの世界ではそろそろランチタイムです。今日は食事の配達を頼んでみました。チャッス。私は勇者のユウちゃんだよ。ユウちゃん。勇者からウーバーにクラスチェンジしたの？ふひひ。ダンジョンでスライムを倒すのと、どっちが儲かるのかテスト中さ。ファンタジー世界だからって。モンスターや宝箱からしかお金を入手できないなんて。そんなことあってたまるか。勇者もウーバーで稼ぐ時代になったのね。へい、お待ち。これが注文の品だよ。ちゃんと届いたわね。なんだと。こんだけ走らされて50円しかもらえないのかよ。クソが。せちがらい仕事なのね。さて、今日はルガー P08 を紹介していきます。おう、ルガーか。あの独特の動きをする銃だな。その独特のアクションはトグルロックと言いますが、尺取り虫の愛称でも有名ですね。今回はその特徴も含めて詳しく解説していきます。前に9ミリパラベラムの回でもルガーが登場したよね。そうね。9ミリパラベラムは9ミリルガーとも呼ばれている弾薬です。ルガー P08 のために作られた弾薬が9ミリパラベラムですね。9ミリパラベラムは現代でも現役でハンドガンカートリッジで覇権を取っているんだ。拳銃弾では世界で最も普及しているんだよ。ルガー P08 は1908年にドイツのゲオルグ・ルガーが完成させました。ヒューゴ・ボーチャードという人が作ったボーチャード C93 を改良し、ルガーを作ったのです。開発を引き継いで作ったんだね。そうね。1908年に完成したルガー P08 はドイツ軍の正式ピストルとなります。第二次大戦まで活躍したとても有名な拳銃です。その歴史について詳しく解説していきます。ルガーの原型になったのがボーチャード C93 です。ドイツ人のヒューゴ・ボーチャードが設計したピストルね。1893年に完成しました。この時すでにシャクトリムシは完成していたんだ。そうね。 C93 はマガジン交換式のセミオートピストルです。最初期のセミオートですが、マガジン交換方式を採用するなど、すでに完成された仕組みです。形は変だけど、普通のピストルだよ。このマガジン交換方式は、1879年にジェームス・パリス・リーという人が発明しました。リーは、イギリスのリー・エンフィールドを発明したことで有名です。リーは天才設計者だ。この前に動画でやったばかりだよ。リーが発明したマガジン交換方式のライフルは、アメリカのシャープスライフルやレミントンで製造されていました。実は、C93 を作ったヒューゴ・ボーチャードは、シャープスライフルで働いていた時期がありました。ボーチャードがシャープスで働いていただと？ボーチャードは、1876年から1881年にシャープスが倒産するまで在籍していました。リーのマガジン交換方式ライフルが製造されている時期に、ヒューゴ・ボーチャードはシャープスにいたのです。C93 にマガジン交換方式を採用したのは、リーの影響があるのではないか？そう考えても不思議ではありませんね。なんという運命。シャープスが潰れてアメリカから帰ってきたボーチャードはドイツの DWM という兵器メーカーで仕事をします。ここでボーチャード C93 を設計して完成させるのです。これがルガーの原型になるんだね。しかし C93 は重量バランスが悪かったり大きすぎたり、いろいろ問題がありました。軍に採用されることはなかったのです。ボーチャード C93 には改良の余地があったんだね。そうよ。一方、ゲオルグ・ルガーも DWM で働くことになります。ルガーも DWM で仕事をしていたってことか。運命の出会いってわけなんだね。ゲオルグ・ルガーは、もともとオーストリア・ハンガリー帝国の軍人でした。退役した後は、オーストリアの老舗銃器メーカー、シュタイヤーマンリヒャーで仕事をしていたのです。そこで、エンブロッククリップの発明にも関わっています。なんかいろいろと歴史がつながってくるな。シュタイヤーマンリヒャーについても以前に動画で解説しましたね。エンブロッククリップはアメリカの M1 ガーランドの装弾システムで有名です。ゲオルグ・ルガーは軍人でしたが、銃器デザイナーとしても優れた才能を持っていました。ルガーは1891年シュタイヤーから DWM に移籍したのです。なるほどな。優れた技術を持った者同士が出会ったんだ。スタンド使い同士が惹かれ合うのと同じ現象だね。そういうことね。ボーチャード C93 の欠点を改良し、1898年に生まれたのがボーチャードルガーです。M1900
900という名前でスイス軍に採用され、アメリカなどの外国にも輸出されました。ボーチャード C93 の使いにくそうな形からかなりスマートになっている。ルガー P08 とほとんど同じ形だね。そうね。この M1900 は専用の 7.65mm 弾を使っていました。しかし、アメリカでのテストに参加した際、7.65mm の威力不足を指摘されます。当時、45口径神話の黎明期であったアメリカ軍にとって、7.65mm では弱いとの判断です。7.65mm は32口径になりますね。アメリカが45口径信者になったのは、米比戦争で使った38口径ハンドガンの効果が薄かったのが原因だったね。アメリカの指摘を受けて、1902年、ルガーはサイズアップさせた 9mm 口径の M1902 を作ります。その後、アメリカでのテストなどを経て改良を繰り返し、1904年にはドイツ海軍に採用されます。このモデルは通称ネイビールガーと呼ばれていますね。ここで初めて 9mm 口径がドイツ軍の正式装備になったわけか。ドイツやスイスではルガーが軍の正式装備として採用されていきますが、アメリカは首を縦に振りません。 9mm はダメだ、45口径にしろという条件を突きつけます。 9mm は38口径ですね。どうしても45じゃなきゃダメなのか。アメリカは45にこだわったんです。45ACP というカートリッジが開発され、これを撃てるハンドガンを求めていました。そして1907年、ルガーは45口径のピストルを開発して、アメリカ軍のテストに参加します。ルガーは45口径も作ったの？そうなのよ。しかし、コルト社のオートマチック拳銃、コルトガバメントに信頼性の部分で破れてしまいました。コルトガバメントとは、M1911 のことですね。ブローニング様の作った超すごいハンドガンのことか。試験中にルガーは壊れてしまったので、さすがに採用というわけにはいかなかったようです。M1911 との競争に敗れたルガーは、アメリカ軍のテストから撤退します。45の壁は厚かったのか。ちなみに、この時の45口径バージョンのルガーは現存しており、1億円の値段がついています。1億円？拳銃の値段じゃないぞ。トライアルテストに参加した貴重な45口径ですからね。2丁しか現存していないそうです。なんと。このようにアメリカのテストで揉まれて1908年に誕生したのがルガー P08 です。カートリッジには 9mm パラベラムを使用しています。1908年にサイドアームとしてドイツ陸軍の正式装備となりました。ところでルガー P08 という名前は正式名称ではありません。正式の名前じゃなかったの？正式名はパラベラムピストーレです。ピストーレとは英語でピストルのことですね。アメリカでルガー P08 を輸入していたストーガー社がインパクトが薄いという理由で勝手に名前を付けました。ドイツ軍ではピストーレヌルアハダと呼ばれていましたが、開発者のルガーと P08 を合体させてルガー P08 として売り出してしまいました。じゃあルガーの P はピストルの P なんだね。そうなるわね。ヨーロッパではパラベラムピストルと呼ぶこともあるそうですが、一般的にはルガー P08 の名前で広まっています。なるほど。パラベラムの名前は弾薬にも銃本体にも使われています。1901年にゲオルグ・ルガーが発明した 9mm パラベラムは現在でも活躍する現役のカートリッジです。安心と信頼の100年クオリティ。100年以上も使われる弾薬を作り出すなんてルガーはただものではありませんね。それだけ 9mm パラベラムの威力、コストなどのバランスが良かったということの証明でもあります。このパラベラムという言葉の意味はラテン語の格言、平和を望むなら戦争に備えようから来ています。映画ジョン・ウィック3でもコンチネンタルホテル支配人であるウィンストンが同様の意味でこのセリフを発しています。あのかっこいいおじさんだ。ジョン・ウィックでも重要な役だったね。ルガー P08 によって 9mm パラベラムが普及したと言えるでしょう。 9mm パラベラムはその後ワルサー P38 でも使われ、ブローニングハイパワーの普及で一気にその地位を確実なものとしました。結果的にはルガー P08 よりも 9mm パラベラムの方が銃本体よりもセールス的には大きな成功となりました。なるほど、確かにな。ドイツは第一次大戦で負けた後、ベルサイユ条約によって 9mm 口径の武器の製造を禁じられます。しかし他の国で 9mm 口径が使われていたので、条約によって 9mm が廃れることはなかったのです。ふーむ、そういう歴史があったのか。
9ミリパラベラムについては別な動画でも詳しく解説しているので、興味のある方はどうぞ。ルガー P08 は300万丁以上が生産されたと言われており、かなりのベストセラーですね。大量に作られた理由としては戦争需要の後押しですかね。1914年には第一次大戦が起こります。ルガーがドイツ陸軍の正式装備になって6年後のことか。また外国の兵士たちや民間人たちにとっては魅力的なピストルでした。独特のダブルアクション、スタイリッシュな外観は人気を博します。確かにかっこいい。ところで、あのトグルアクションってどんなものなの？トグルロックはルガー P08 の最大の特徴ともいえる機構ですね。ルガー P08 のトグルはコルトや FN のハンドガンでいうスライドと同じ役割をしています。弾が発射された反動を受けてボルトが交代し、それと連動してトグルが動きます。こういう感じの動きですね。これはまさにチャクトリムシと形容される動きだ。ラストショットを打つとトグルが停止する、ホールドオープンも実装されているね。そうね。薬室に弾薬が装填されるとエキストラクターが持ち上がり、射手に装填されていることがわかります。これはありがたい機能だ。また FN のピストルでも実用化されていたストライカー方式だったのも特徴の一つです。ストライカー方式は撃鉄を使わずにバネの力で激振を動かしてプライマーを叩く方式です。ボルトアクションもストライカー方式ですね。ストライカー方式は撃鉄方式と違って銃本体がブレないから命中率が高いんだよね。そうね。20世紀でボルトアクションが主流となった理由の一つはストライカー式による命中率の高さです。ルガーも命中精度が高いってわけだね。もっと言えばトグルロックはスライド式ほど後ろに下がらないので撃鉄を起こせないですね。トグルロックで撃鉄方式にするにはかなりの改造が必要になるかと思います。おう、そういうことか。スライド式は銃からはみ出して後ろに下がって撃鉄を起こすもんな。しかし 9mm という比較的大口径のハンドガンでストライカー式は当時他にないように思います。またルガーは弾丸発射時に重心が少しだけ後退するショートリコイルです。トグルロック&ショートリコイルってことか。そうね。ショートリコイルは 9mm パラベラムのような威力の高い弾丸を打ち出すために必要な仕組みです。ただアメリカの45口径のテストには落ちているので、ブローニングのショートリコイルほどの耐久性はないのかもしれません。トグルロックでは45のパワーには耐えられないってことかな。45のパワーに耐えられるまで強くするとトグルが手動で引けなくなってしまうのかと思います。強すぎて引けなくなるということか。結局ブローニングが作ったショートリコイルがシンプルで優れていたので、そちらが世界標準になります。今後ルガーのようなトグルロックが流行することはなかったのです。トグルロックはあくまでルガーのオリジナルって感じなんだね。ハンドガン以外ではマキシムガンやペダーセンライフルなどでトグルロックが使われています。ペダーセンライフルはアメリカで M1 ガーランドとの競争に負けてしまったライフルですね。なるほど。当時のドイツ軍はハンドガンをカービンとして運用することを考えていました。カービンとは定義が曖昧なんですが、重心が短いライフルのことです。騎兵が使っていた短めのライフルのことをカービンと言います。馬の上でも使いやすい短めのライフルってことだな。1913年、ルガーを改造したランゲピストーレ08を開発します。通称 LP08 と呼ばれたピストルカービンのことで、アーティラリールガーとも呼ばれています。ライフルストックがついているやつか。確かマウザーにもあったやつだね。そうよ。ピストルで遠距離を狙撃しようという発想で生まれたものです。専用ストックとスネイルマガジンと呼ばれた32発のマガジンを使っています。ストックだけでなく32発の巨大マガジンを用意しているとは恐れいる。32発の安心感よ。塹壕戦でその威力を発揮し、兵士の間では頼りにされた武器でした。しかしこれはサブマシンガンの普及で廃れることとなります。なるほどね。ルガーは第一次大戦でドイツの主力となりますが、第二次大戦ではワルサー P38 が正式となります。しかしワルサーの生産が追いつかず、マウザーがルガーを作って軍に納入していました。こういうわけで第二次大戦の時にもルガーは使われていたのです。ルガーは登場から第二次大戦の終わりまで活躍し続けたんだね。ルガーは2度の大戦を通して敵国であるイギリスやアメリカの兵士から絶大な人気を誇る戦利品になりました。
物珍しいトグルロックのルガーは戦利品として格好のターゲットになったのです。戦利品か。ドイツ兵を倒すとドロップするアイテムってわけだね。しかしドイツ兵はこれを逆に利用しました。ドイツ兵はルガーを地面に落として敵を誘い、ルガーに目がくらんだアメリカ兵を地雷などで返り討ちにする技を使ったのです。餌に群がる鳩ではないですか。物欲センサーを戦術に組み込むとこうなるんだ。また当時のナチス幹部たちはお互いに装飾してルガー P08 を贈答したりするなど、武器の枠を超えて贈答品として扱われるほどルガー P08 は愛されていた拳銃でした。装飾されたルガーではゲーリングルガーが有名です。ゲーリングルガー、ドイツ空軍総司令のヘルマン・ゲーリングが所持していたルガーです。象牙や金、プラチナで装飾されていました。これはなんとも派手すぎる。ルガー P08 には武器以上の魅力があったんだね。そうね。中世の頃から儀式用や王族御用達の派手な拳銃は存在していました。しかし、オートマチックピストルでここまで装飾されたものは珍しいですかね。さすがに戦闘で使うには高級すぎる。でも、これを使えば大量のアメリカ兵を誘えるかもしれない。武器屋のお姉さん。というわけで、ルガーの解説でした。ルガーは世界で愛された拳銃だったんだね。そうね。マウザーにしてもルガーにしても、ドイツ製のピストルはマニアが多いように感じます。見た目もアクションも独自性が強いよね。ブローニング以外の設計でこれほど普及したのは、マウザーとルガーだけかもしれませんね。他の銃は、結局、ほとんどがブローニングの設計を元にしています。さすがドイツの科学力は世界一だな。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。